はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。まさみ様、アシュス様、武蔵の親父様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援くださって誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。今日も近所で工事やっておりまして、昨日みたいな騒音、入んないといいんですけれども、こればっかりはわからない。ねえ、2月8日衆院でウクライナ決議というのが、可決成立いたしました。対露非難決議のはずがロシアを名指しせず、国外勢力の動向によるウクライナ情勢不安定化なんてぼやっとした言葉になりまして、断固非難するだの、強く非難するだの、非難するよりもずっとずっとずっと緩いですね、深く憂慮する、なんだそりゃっていう文言決議だったみたいであります。ネットの反応です。名指ししなきゃ意味ないだろ。本当だね。ロシア非難決議なのに、なんでロシア名指ししねえの。名指ししない意味がわからん。全然わかんない。何のための決議で、こんなこと毎回繰り返すのか。先が見えたな岸田政権。腰抜けって言葉がぴったり。自民党はもう保守名乗るなよ。忖度してどうする。欧米と合わせなきゃ尖閣や北方領土で支持されないぞ。全くだ。日本は北方領土取られてんだから、他よりも制裁張り切んなくちゃダメだろ。こういう非難決議も張り切んなくちゃダメだろ他よりもって私なんかは考えるんですけれどもね。豊島区議会が出す決議もですね、意味わかんないものが多いですけどね。例えばですけど、SDGs の理念に沿って頑張るみたいな、ふわっとしたもの多いんですけどね。これはですね、地方議会どこも一緒だと思いますけども、議員と首長、市長とか区長のね、いい人ぶりたいっていう欲求を満足させるためだけに行われる、無駄で無意味な行為、行事っつってもいいな、じゃないかなって私は思っております。国会のはですね、国の意向や方針を示すもんだから、対外的にね。豊島区議会で何本どんな決議出したって、外国は見ないっしょ。でも国会で出したものは外国が見るんだから、重大なんだよな、地方議会よりもな。なのに岸田政権と来たら、ウイグル決議に続き、この始末と。中国非難決議のはずが、中国名指しせずと。2連続でですね、領土問題を抱えている、イコール難癖つけて言いがかりつけてくる連中、中国とロシアね。領土問題、問題でも何でもねえですけど、あっちが一方的に言いがかりつけてるだけでね、中国とロシアね。仮想敵国の中露に甘い。ずっとこうなのが嫌になりますね。どうせ公明とかが串出しして骨抜きにしたとか、岸田総理が参院選に影響が出かねえって、なんかいつもの二言目にはそれしか言えねえのかみたいな、そういう理由なんだと思いますけれども、岸田文雄という人間をですね、一目で表してる画像がこちらであります。総理になったら靖国神社参拝しますか？という問いに対してですね、高市さんはもちろんイエス、河野と野田はノー、岸田文雄と来たらつってイエスかノーがはっきりしねえ、決められない男、空っぽ、真空、公家、万事人ごと、誠にね、その通りの人間であるな。この画像はすごくそれを一枚で表しとんなーなんて、思います。付け加えるとすればですね、脊髄反射で先送り岸田総理で付け加えてあげようかな。迷わずノーって出した河野野田の方がですね、ヌエのような岸田文雄よりも、すぐにね、あこいつ敵だな、こいつ総理にしちゃいけないなって分かってですね、好ましいぐらいであります。最近ではですね、この人ひょっとしたらバカなんじゃないのかな、岸田文雄ってバカなんじゃって私思ってきました。バカを装ったですね、メイ君も
いないことないんで分かりませんけど、バカの偽装がうますぎて、バカの演技がうますぎて、神聖バカ、もう真からバカと見上げがつかない。まあこれはあの後世ですね、証明されることでありましょうけれども、今後総理であるうちになんかね、あの偉大なことをやらかすかもしれないし、まあ様子見であります。現在のところの私の評価は、この人バカなんじゃないかなっていうものでありました。ロシアのウクライナ侵攻はですね、ところであるのかないのかって話なんですけど、7日昨日ですね、プーチン・マクロンの仏露首脳会談がモスクワで開催されたそうであります。5時間にわたって話し合ったってことなんですけど、まあまああの意見は平行に終わった、だけれどもあの協議を続けることで一致だそうであります。まあ何もなんなかったってことだな。双方が言いたいことだけ言ってですね、何もあの一致しなかった。プーがマクロンにですね、ロシアは核保有国だ、戦争になれば勝者はいないって言ったそうであります。ネットの反応です。聞いてる聞いてる、焦ってるぞ、借り上げみたいになってきたな。おい、言うたらあかんやつじゃん。プーチン生きりすぎや、追い詰められてるよな。一回言ってみたかった、戦争になればとか言ってるけど、ロシアがね、あのウクライナに攻め込めなければいいだけだろ。なんだその被害者面は。勝者はいないってことは、ロシアも敗者確定、ロシアも負けるって分かってる。そこまで自覚あんなら控える可能性高いんじゃないのかな。なんかあの北朝鮮みたいなことを言い出してきましたけどね。ロシアはなんでウクライナにそんな侵攻したいのかって、まあ謎がありますよね、まずね。国内の人気取りのため、最近ですね、あの反プーチンデモとか、多発しております。まああの参加者を片っ端から逮捕してんですけどね、日本と違ってですね、安倍政治許さないとかいうデモは許されない、日本と違ってロシアにおいては、潜入工作員のプロパガンダで無血でクリミアを取れたで味を占めた。これどういうことかっていうとですね、あのクリミアで国民投票やってですね、ロシアに属すかウクライナのままかどっちかって国民投票やりまして、ロシアがいいって結果になりまして、その結果をですね、まあ、国際社会も尊重しなくちゃいけなくてですね、まあ、あの無血でクリミア手に入れましたね。が今回は見通し甘くて、ウクライナに潜入させた工作員が、そんなに大した効果がなかったと。プーチン個人のソ連邦復活のロマンのため、ソ連復活、偉大なソ連復活のロマンをプーチン個人が持っておると。プーチンどういう人かって言いますと、あの14歳中二ですか、中二病かどうかわかんないですけど、KGBになることを決心しまして本部を訪れました。対応した少年職員はですね、プーチン少年に真摯にアドバイス。なんで中二病がやって追い返してるやしにがった。いわくですね、スポーツ経験と法学部が有利である、カーゲーベイは志願者を絶対に採用しない。これあの入りたいんですって手挙げた人間は信用しないことにしてんでしょうね。これスパイかもしんねえなこいつ、言ってですね、これを守ってですね、プーチン少年は柔道に打ち込み、レニングラード大学では法学部に入りました。自分からは決してカーゲーベイに接触せずに、したら4年の時にめでたくカーゲーベイからリクルートされまして、卒業と同時にですね就職と。カーゲーベイ赤旗大学っていうのがあるらしいんですけど、赤旗どっかで聞いたことあるな。なんかあの便所紙配ってる人いますよね、赤旗って名前のね。カーゲーベ赤旗大学に進学と。同時にですね、ソ連共産党にも入党。まあこれは当然ですけどね、ソ連共産党を守るための存在がカーゲーベですからね。なのであのプーチン個人のソ連への思いは強いと思いますよ。こちらですね、カーゲーベの制服
来たプーチンの写真であります。若くてピッカピカですね、ほっぺたあたりね。ウクライナのみならずですね、ドイツの東半分まで手に入れたい願望あってもおかしくないですね、プーチン個人に対してはね。今回はマクロンにですね、刈り上げみたいなこと言ったから、ウクライナ侵攻は内心諦めてんのかなーって思われますけどね。まあ、国内の強硬派をなだめていかに幕引くかを悩んでるとこじゃないかなって私的には推測いたします。私の推測が外れてですね、ガチンコウクライナに攻め入ったってなっても、まあそれはそれでおかしくないんですけどね。 NHK が海外ニュースとして紹介するのはいつも CNN ばっかりで、まあ立ち位置がよくわかるな。 CNN ってどういうテレビ局だかな。日本で言ったら、まあ、テレ朝 TBS あたりでしょうか。CNN 社長、トランプのせいでテロが起きそうと放送しろであるとかですね、トランプを強人に仕立て上げろとかですね、内部会議で喋っちゃった録音が流出して炎上しておりましたけれども、まあそんなニュースはですね、絶対 NHK では海外ニュースとして紹介しないですけどね。立場を隠すことなく丸出し。おかげでですね、大統領選が終わった後に視聴者がなんと8割減2割のちょっと5分の1になっちゃったよ、おい。ということで、利益目的の企業としては接しですよね。社長はこのね、暴言吐いた社長はとっくに交代してるんですけど、業績は回復せず身売りっていうことになったそうであります。ケーブルテレビのパイオニア、ディスカバリー社。これ、ひょっとしてディスカバリーチャンネルやってるとこですかね。CNN を買うと発表。筆頭株主、ジョン・マローンさんは、奥のトランプ献金者だそうであります。まあ、トランプ側の人ってことですね。ネットランス、これはすごい。久しぶりのグッドニュース。次あたり、ツイッター社も、財力勝負なら負けないトランプ側。なんて意見がありました。秀逸な意見なんですけど、まずは全員解雇から始めよう。それいいかもしれないですね、全員解雇。元共産党員のですね、今はすっかりまともになっちゃった篠原丈一郎さんみたいな例もあるんでですね、赤は死んでも治らないとは言いませんけど、まあ治してやる義理もねえんだよな。恨みがましい赤らしくですね、一生ですね、社会が悪い、政治が悪い、俺は悪くないって言いながら寂しくいなくなってくれると、こっちも嬉しいなっていうことだよね。アメリカの会社経営はですね、ドライなんでこういうの早いですね。買収したり、売っ払ったり買ったり、敵対的買収ではないんだろうけど、まあ、CNN の自業自得ですよ。テレビ自体がオワコンって話もありますけどね。日本でもホリエモンがですね、フジテレビ買収しようとしましたが成就しませんでした。ソフトバンクがですね、横からしゃしゃり出てきて買収を阻止いたしました。それ以来ですね、異常なフジテレビの横の国推しが目に余るようになって、とうとうフジデモ、2011年にフジデモやられた。きっとですね、ソフバンに首根っこつかまれて、まあ、言いなりだったんでしょうね。買収が不可能でないとこはまだいいですけど、難しいけど絶対不可能だみたいなことではないのはマシですけど、 NHK は今のところ買収不可能ですね。スクランブル化イコール完全民営化ってことなんで、まあそれが可能になりますよ。そんなの死んでもいいや、必死で全力で抵抗するでしょうが、スクランブルはね。こっちもデモとかで要求し続けますよ。皆様もよかったらデモに参加するなどでご協力よろしくお願いします。3月27日日曜日午後、池袋で、開催予定しております。当局への許可申請、終わりましたら本決まりですから、その時なら正式に告知お知らせいたしますんで、その時はよろしくお願いします。デトックスジャパン。